はい、戦略英語。キッシンジャー秩序、キッシンジャーオーダー。はい。キッシンジャーとはあのキッシンジャーです。あのキッシンジャーです。はい。あのキッシンジャーが一応作った秩序というものが実はあるんだと。はい、うん、で今それは米中関係がここにあるんだという説明を、はい、これ次でね、もういきなり時事ニュースで始めたいと思うんですが、はい、キッシンジャー秩序と言われると、まあ、日本人的にはあんまり嬉しくないですね、うん、実際1972、3年ぐらいから始まったと言われる秩序なんですけど、キッシンジャーはそうですね、あの中国、現在の中国をその西側に引き入れて、はい、ロシアと対抗、まあ、ソ連と旧ソ連と対抗させるという戦略をまあ練ってですね、はい、あの無理やりニクソン政権、共和党で赤嫌いだったのに、ね、はい、それをつかせたというところで、はい、一つの戦略家というね、まあ、実際に歴史を動かした人間だからそれは間違いはないんですけど、我々日本人としてはちょっと一瞬そのアメリカに中国取られてこう裏切られたという感覚は、はい、まあ、外交官の方で、ね、当時はね非常にショックが広がったと。一つはキッシンジャーの日本嫌いっていう点に腹が立ってるっていうのもありますし、もう一つは当時からの政治家がこぞって自立する気がなかったっていうこと、日本のね政治家がキッシンジャーから見てさ、あのこいつら骨のないやつだなと、こいつらと政治的な話をしても何にも骨のあるやつがいないから、まあ中国と話しつけた方が早いなというふうに思われてしまったという。そういうその当時の政治家に対しての怒りも出ますね。キッシンジャーがすごかったし、日本嫌いだったっていう怒りもあるけれども、うん、日本の歴代の政治家にそのなんかエネルギーがないというかね、まあ、そういうのを感じますね。なんかこう、はい、舐められてたと言ったらちょっと聞こえは悪いかもしれない。バカにされてたって感じでしょ。バカにされてますよね。バカにされてたんですよ。それがやっぱり彼の態度からこう透けて見えてくるのがなんか嫌な気分にさせられるという。はい。いや僕はあの政治的に彼が果たしたその役割っていうのはすごくやっぱり重大だと思います。世界政治を確かに動かした人間であることは否定しないんですけど。そのやってた仕事がなんかこうすごいこう泥臭いというか、はい、はい、でなんかこうに、まあ、日本側に対してやっぱ、まあ、厳しいというかですね、はい、その辺がなんかやっぱ好きになれない、ね、まあでもあの彼死んだらまあやっぱとんでもないあのやっぱりあのオペエドいっぱい書かれるだろうし、オビチュアリーとしてそのいろいろ彼はこういう人間だったみたいなところはもうすでにね、もう生きてる間にもう彼のバイオグラフィーがいっぱい出てるぐらいですから、はい、あ彼はまあいろいろ言われるんでしょうね。はい、歴史に名を残した人間ですよ、もう実際。歴史には名を残してるけれども、まあ日本にとってはちょっとまあね微妙なところありますよね。嫌だったなという感じですね。崩れ始めた東アジアのこの東アジアの秩序がキッシンジャー。そうですね。はい。東アジアの秩序は基本的にまあこれキッシンジャーが作ったという。はい。ギデオン・ラックマンというこれ FT フォーリンフィナンシャルタイムですね。ロンドンの。なんですが、まあ、一応親会社が日経新聞なんですけど、ちょっとなんかキッシンジャーが作ったんですよって言われるとちょっと釈に触る、ちょっと釈に触る話をするんですけど、これ日本語でもね、はい、日本語でも一応なっているコラムですよね。はい、この方です。外交関係もちょこちょこ発言するんでなかなか面白いんですけど、日経に翻訳版があります。そちらを読んでいただいても構わないんですが、何を言ってるかというと、ラックマンさんは今東アジアでまあいろんなことが同時多発的に起こってるじゃないですか。これはもう一つの原因がもう一つしかないと。それは秩序が崩れてるんだと。でその秩序って何かというと、アメリカと中国の関係を決定づけた1972年3年ぐらいのその米中関係ですねの、キッシンジャーが作ったこの米中関係が今崩れてるからだと。で米中関係のじゃあその時に作られた米中関係って何かというと、中国は、そんなに外には出ない、だから安全はアメリカが担保している、その代わりビジネスでウィンウィンでやろうやと、まあ、そういうことじゃないですか。でところが今中国は、まあ、南シナ海とかも出てきてるしということで、アメリカがその一応安全を担保してるっていうところが今崩れつつある、いうことですよね。はい。で、それをしかも今、そういった、今まで安定してたものを、習近平も、で、当のアメリカのトランプ自身も、別にこの秩序に関してはもう今、否定し始めてると。自分たちで。もう別にもう、いや、中国出てくるんだったらいいじゃないのっぽいことも言うわけじゃないですか。ここですよね、本当に。アメリカの大統領が、まあ、アメリカのね、世界にある基地を、ちょっとずつ減らそうぐらいなことを言い出しちゃってる時点で、まあ、アメリカがそういうふうに縮小しますよっていうことを発信しちゃってるから、はい、中国側も出ていこうと。トランプ自身はそういうふうに縮小傾向のことを言うんだけど、うん、僕がこの間グリゲルという方に、この方にインタビューして、今中央公論で雑誌インタビュー記事出てますけど、あの人は違うんですよ。トランプ政権側としてはそうじゃないと、はい、トランプはギャーギャー言ってるけど、実は同盟国よ頑張れって言ってるんだっていう、はい、うん、トランプ政権側の認識ですだからトランプ個人とトランプ政権は考えが違うんですよこれが本当厄介っていうか、はい、がんですよね、一つの。だからトランプ政権のチームとしては、はい、いや厳しいことをうちの親分言ってますけど、はい、まあ基本頑張れってことですと。いや、とりあえず俺たちにそういうふうに頑張れという前に、お前の親分をブリーフィングしろよと言いたいけれども、できないからね。できないんですよ、はい、コントロール不能なんですよ、トランプは。だからそこが本当に厄介なんですけど、はい、まあそういう形で親分の方がそういうにけしかけたおかげで、政権側のチームの方はなんで、いや、そんなことないですよって言ってるにもかかわらず、周りの国は動揺するから、それでちょっとやっぱ中国はついちゃおうかなみたいな、裏切りじゃないけど、はい、動揺するやつがいっぱい出てくるわけですよ。で、まあ、その典型がやっぱオーストラリアであったりとかして、これギデオン・ラックマンもインタビューしてるんですけど、はい、オーストラリアのやっぱり、ある人にちょっと政権関係者にインタビューすると、はい、いや、あなたたちが我々のことを守ってくれないんだったら我々中国につくしかないじゃないですかって言い始めた。一時期の2007、8年9年ぐらいの、はい、民主党政権時代にもまたそんな同じようなことがありましたけど、はい、今なんかオーストラリアでも中ではそういうことを言ってる人がいると、はい、ロシアもシリアに出てくるし、はい、中国とロシアは爆撃機この間ね、はい、説明しましたけど やったし、はい、日韓関係は今ちょっともう最悪だし、北朝鮮はミサイルも撃ってました、はい、で南シナ海を埋め立て、はい、相変わらず埋め立てられるし、香港は動乱状態と、はい、で米中は貿易戦争やってると、これは全て一つの秩序というものが今崩れてるからですよというふうに、非常に大きな視点から言ってる記事で、僕は非常にいいと思いました。こういう視点はなかなか日本語はしないんでね、はい、いいと思います。なんとなくこの番組を見てても、はい、世界の、ね、戦略学がだんだん分かってくるようになってるんですけど、はい、がっつりちゃんとね、ショートカットして早めに覚えたいという人は、はい、ここからこちらで、はい、名作ですね、戦略の改装、戦略の改装名作ですよ、これ。はい、僕、本当に、ちょ、いいですか。これを、はい、この間も広島のどこかの企業がですね、はい、これ何度も言ったことあるかもしれないですけど、はい、なんか企業がですね、うん、社内研修で今、使ってるという。はい。危ないじゃないですか。何がですか、何がですか。はい、戦略の改装社内でやると、やめちゃう人が。どんどんやめちゃう人が。この世界観が、僕の世界観と違ってたと。いや、一応幹部だけらしいんですよ。幹部だけ。幹部ならいいんじゃないですか。いや、でももしかしたらその幹部の中のね、人もね。はい。なんかね、まあ。結婚する前にやるならいいですけど、結婚して、なんかおかしいなと思って戦略の改装を気づいてしまったみたいな。お互いに作ると、えらい世界観に違うっていうことかもしれないですね。まあありますよね。いや、本当ね、社内研修で。で、それ以外にも、そっからなんかその、知り合いの方がなんかこれいいからってことで、なんかこう、使ってるっていう、なんかなぜか広島の方でなんか流行ってるらしいですね。2、3社ぐらい。はい。聞きました。はい。夫婦でも使ってる人はね。なんかいらっしゃいましたね。いらっしゃいますね。どっかのマーケティングの会社もなんか使ってるとかね。はい。いいですよ。はい。まあ、夫婦で結婚して、世界観を後からすり合わせるって大変なことになるんでね。結婚考えてる人も、そうですね。それはね、はい、一つありますよね。だから、意味わからず、なんかこう、旦那のテクニックが気に入ってっていうのいや、なんでそっちの方に持ってくるの？変な話になって。こっちの方だけでっていう。テクニック気に入って結婚したんだけどって言ったら、上が全然合ってないみたいな。上のが全然合ってない。じゃあ全体像を分かるようにね。いや、そういう意味ではちょっと怖いですね。考えてみたら。はい。セクハラ入門とか言っちゃう。ひどいな。はい。いや、とにかく、戦略の階層を、こう、多くの人にね、そうですよ。誰ですか、彼女の旦那に感謝とか書いてるの。やめてくださいよ、もう。知ってもらいたいな、というのが、我々この番組やってるのは、まあ、地味に、大きな目標があるんですけど。地味に大きな目標？いや、言わなかったんですけど、これ小学校で入れたいと思ってるんですよ。戦略の階層。なるほどね。そうです。小学校で教えたいという。そう。ありますね。それはあります。これは次ですね。はい。上級概念ですね。こっちの階層の方をできるだけ、ここがどうも分かりづらいという人がいるので、未来予測っていうのは結局、世界観から来る未来予測だったりしますので、あ、その辺はそうだ、戦略の階層、はい、その某旅行会社の、はい、がやってる塾があるらしいんですよ、その、はい、幹部向けの、はい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 、そこにも採用されたという話をこの間聞きましてですね、なるほど、はい、戦略の階層、はい、未来のやつもやるのかな、うん、今度、はいはい、という話ですよ。なるほど、地味に広がっております。地味に広がって、そうですね、はい、そうです。いうところです。最終的にはもう、はい、そちらの、はい、